유튼 TV 감사합니다. 팀의 대치 신처 さあ、今まさしくね、ベトナムに入国する瞬間だよねっていう話なんだけど、いや、またしても見てくれよと、この U20 のね、このスーパースターの激闘を待つ、そうだもん、出待ちだよね。いやー、困るよ。みんなにサインとかね、握手は全員にはしてあげられないから。ということで今回はね、もう多分6時間あるかないかぐらいなのかな、次のフライトまで。ということで、もうね、サクサクと行きたいところに行くしかないよねっていう話なんだけど、まずはね、前々から動画配信でも言ってた、ローライダー床屋みたいなところね、拝みに行こうかなっていう話なんだけど、何やら、Google マップによるとね、Google マップさえ正しければ、152番のバスで行くことができると。確かなんか終点なのかな、知らんけど、それで行けるらしいから、まずはね、この手荷物を預けさせられて、身軽になった身軽20は、バスにさっそうと乗り込んじゃうからっていう話やね。さあ、ということで、今ちょうどね、バス停に向かって歩いてたところだよねっていう話なんだけど、俺が乗り込むのは152番のバスっていうことで、この先に多分あると思うんだよね。なんかブレーキランプでもう発車するかな、あれ乗りてんだけど、ちょっと待ってくんねえかな。さあ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 、そして細かい金あったかな、乗り込みますか、これに。今ね、バックしてようやくね、発車準備をし始めたと。どういうルールやねん、よくわからんわ。どうやら後ろのバスだし、どういうルールでこれ運用してんのか謎すぎるんだけど。さあ、とりあえず乗り込みますか。さあ、そしてちょっと冷房効いてねえじゃんね。そしてこれはこう伝えたお菓子。さあ、とりあえず一人掛けのとこ座るか。おばさん寝てたんだ、マジか。そしてバスに乗りましたと。まあ言っても10分も待たなかったね。そして料金は5000ドン25円とかするぐらいだよね。安すぎるだろ。そう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 、この辺結構中心部っちゃ中心部だよね。あのバックパッカーが集ってるファングーランっていうところの、まあ、近くかな。でこのホーチミンの区でいうと1区なんだけど、この8区までね、このバスをひたすら乗るしかないよねって話よね。しかしね、雨止んでくれてよかった。さっきちょっと雨降ってて先が思いやられたんだけど、どうやらね、晴れ男 U20 の実力が発揮されちゃったよねって話。そしてもう観光客は一切なくなる。いや、なかなかね、こういう観光地じゃない場所に行くのは楽しみだよね。初めてこの8区には降り立ったよね。お、ワインうまそうやな。やっぱね、観光地じゃなかったらこうやって75円でね、バインミーが買えたりと、かなり、まあ安いよね、物価は。ていうか、あのなんかバックパッカー通りのところだけね、結構高かったりするから、まあ観光客は要注意だよね。やっぱローカルよりも安いよね。さあ、そして、ローライダーここやは、多分ね、こっち側なんだよね。ここ渡しますか。こうわってか。こうわ。バイク迫りすぎなんだよ。マジで。さあ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 。お、いいね。なんか熱帯の感じが広がってると。ということで、こっちかな、多分。いかにもベトナムみたいな、そんな景色が目の前に広がっちゃってるよね。これいつ渡れんねんっていうお話で、途切れたところをもうてめえのね、実力で
渡るしかないんだよね。いい感じのオープンカフェ。お、やっほー皆さん、ケイティですわ。あ、ここでなんか後で休憩するのワンチャンみたいな。まあ、個人的にはちょっとコンカフェ行きたいけどね。さあ、おっと、突然やってきたね、このローライダーとかやベトモンスターフード。やば、めちゃくちゃ映えじゃん。いいね、このピックアップトラックとか。え、この多分インパラかな、めっちゃかわいいこのアート。まあ、そしてなんかダイスのなんか飾ってるやつかな、めちゃくちゃかわいいじゃん。楽しい。おっ、いいね、このマリア様の感じとか。いや、間違いない。いや、これでちょっとね、ウエスサイの音楽爆音で流してくれたらもっと神だったんだけど。へえ、おしゃれ。なんか普通に服も売ってるし。なるほどね。で、中は、そしてマスカラ。これなんかグッの博物館みたいな感じだったんだけど、ヘリが普通に飾ってあるんだよ。なかなか面白い。このなんか初めてベトナム来た時、結構前だけど、その時なんか行った気がするよね。ローライダー床屋を後にした U20 がベトナム名物のココナッツコーヒーを飲みにコンカフェに向かってるよねっていう話なんだけど、ここでね、貧乏症のケツ20が発動して、まさかの空港近くの店舗に行くよねって話だよね。まあ、中心部で飲んでもよかったんだけど、結局バス代もう片道分かかっちゃうから、そこは節約だよね。言っても5000ドル25円だから、50円か75円かだから、節約でも何でもねえだろっていう話なんだけど、まあでも時間が迫って焦らないためにもね、ここはリスクヘッジは必要だっていうことで、おとなしく空港に向かおうと思います。なんか途中スコールに見舞われて身動きが取れなかったんだけど、ようやくねやってきましたか。カフェだよね。うん、日本のねコンセプトカフェとは全くわけが違う。てめえたち勘違いするなって話だよ。さあ、これ中の席空いてるよね。なんでみんな外席好きなんだろう。まあいいよ、とりあえず入りましょうか。Thank you。店のコンセプトになってんだけど、ということで俺はこのやたらね家庭的な気分があるこの椅子に鎮座してやっからって話で、店員に勘違いされて持ち帰り用でね運ばれてきちゃって、ね、グラスが来ると思ったからちょっとびっくりして。これがココナッツコーヒーだよね。それで早速ね、しかもちょっとこぼれちゃってんじゃんって話だ。一体どんな教育士になってるのか、ちょっとどうしても突っ込んじゃいようになるよね。まあいいや、じゃあとにかくこの念願のココナッツコーヒー板橋でいただきます。いただきます。うまそう。うまそう。ココナッツシェイクとエスプレッソ、最高の香り。いや、完全に私服の時、そしてそう招待しちゃってるね。さあ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 、完全にね5万円と20ということで、もう思い残すことはない。そして未開の地インドにね、いよいよ旅立つ時が来たよね。さあ、そして今こんな感じでね空港に戻ってきたよねって話だよね。
まあ、早速それでは、もうすでにね、まあ、乗り継ぎだし、もうチェックインは済ませてるから、このまま航空券を持って出国して、フライトまでまだ時間があるから、ラウンジで只見市を存分に楽しんでいくって話だよね。ちょっとね、新しい発見だよねっていう話なんだけど、このビンファストっていうね、なんかベトナム発の自動車メーカー、これ EV なのかな、なんか EV かエンジン車か、なんかエンジンっぽい作りだったけどね、うん、これはなんか結構増えてんだよね。おっと、ここにもビンファストの、これなんか EV っぽいね、うん、デザインはまあ悪くないね。ただなんか EV ってどこもこんな感じの、なんか中国車とかね同じようなデザインが多いから、果たして個性的なようで個性的じゃないと、そんな印象だよね。さあ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 、なんかでも人がとにかく多すぎて、出国審査もね40分ぐらい時間かかってたんじゃねえのっていう話だよね。そしてなんかアプリコットラウンジっていうのがこの近くにあるはずなんだけど、どこだ？これが多分なんかビューティーをしちゃった、なんか書いてたんだけど、あ、これだこれだこれだ、アプリコットビジネスラウンジ、アプリコットラウンジネジさ、お、いいねいいね。そして何かなんか茶番で、何だこれ、よくわからない。お、こうもある、来た、ユーティリティじゃ来たということで、早速食そうと思います。フォーっていうかなんか分なんとかみたいなね、太いね。そしてなんかこの豆腐の揚げたやつとかチキンとか、まあ、ちょっとのライスとかね、うん、ということで早速安心しながら入れ合わせて、いただきます。ソースかけすぎた説ある、すっぺ、そして軽で、うん、これは混ぜないで、こうあんま好きな味じゃない、うん、太麺だね。いやこれはね、分子をそんなに腹が減ってなくても食った方が良かったのかもしれない。このチキンに関して特にね、お刺身にいけないことが硬すぎる、そして胸肉だからパサつきが半端ない、うん、ただのプロテインで肉は、うん、食事をしてるというかな、もう栄養摂取してる、もうその感覚だよね。まあ、単純にこれはね、もうラウンジとして俺の中では、まあ、クオリティはかなり低めなんじゃないかと、そう噂だ。ラウンジで一番美味しいもの、それがこのよくわかんない、何これ、グアバ、サワーソップって何だ、グアバかな、なんかグアバっぽいジュース、これやたらうまい。これがなければね、もうこのラウンジの印象っていうのはもう最悪の土底辺なんだよね。うん、まあどの道結構もう土底辺なんだけど、うん、まあジュースどこにでもあるからね。まあ、これはまあうまいから、まあね、あの終わり良ければ全てよしじゃないけど、ユーティリティ的なクエログ評価で言うとこの店 1.3、 これで1.3稼いでるからね。それを総評とさせていただきましたね。さあ、まあそんな感じでね、またしても苦しんごになったこのユーティリティはベトナムに水遊をして、いよいよね、まだ踏み入れたことのないインドに飛び立っちゃうよって話だね。ということで、もう搭乗ゲートの近くまで来ているから、まあ、これにてベトナム編は完全に終了という形にさせていただくよねって話なんだけど、意外になんか長いようですごく短い滞在だったねっていう話なんだけど、まあでもね、もうホーチミンなんて何十回と来てるし、この 4,5 時間で十分だろうっていう話だからね、全然これで満足できたよねっていう話なんだけど、あ、これだね、アミラダル行き始発のはずだったのにディレイで20時発に過ぎちゃったよねということで、まあここで全裸待機しながら、てかなんかやっぱり、ね、人種が変わってくるよね、もう完全にインド食一色じゃんって話だよね。やっぱりパンチのあるお国側だからこそ
確実に一悶着ありそうなそんな予感はしてるけど、そんな様子もね、改めて次回以降の U10TV でてめえたちにお届けするよねっていう話だし、この U10T の大冒険をてめえたちお茶の間に追体験できることに感謝しろよって話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、カレー臭よりもカレーの匂いがついちまうようなフェラルタの服を今すぐに見せて、次の動画また全開してもらったと思います。ですね、またネクスト U10TV でお会いしましょう。やっさってぃね、ピッカピならどうでもいいじゃん、車内流れをピッポーティーで殺せるからね、シャッチーバン心は一線をピーカン、ただまとめてるのは快感、君が極みたいんだ、これ今静まんだ、キーさん君は尊すぎ